リンリンハローパラレルリンリンパラレルのリントです。はい、布団でねゴロゴロしながら動画を回しているでございます。今日何日覚えてないね。多分ねアップされるのは結構後なんですけれども、今日はですねそほど頭が痛い日でございます。雨がひどくてですね、低気圧の影響でかなり頭がやられております。ただでさ頭悪いのにね、もう頭割れそうに痛い。頭悪いと痛いは関係ないか。はい、頭痛薬が全然効かなくてですね、で今日は博士の桃ヶ博士さんですね、袋桃ヶ研究所ね、オンラインサロンですけれども、その時もっていうか、それが今から10分とか15分ぐらい前に終わったんですけれども、その時もね割とだらしない格好で寝ておりました。倒れながらね。はい、すごいねリラックスしてるようで頭が痛すぎてですね、布団でゴロゴロでもしながらじゃないとっていうのと、なんて言ったらいいんでしょう、袋ももんが博士さん、まあももが博士さんのねライブが私の中でルーティンにもなってるし、すごい楽しみでもあるので、まあ参加したかったんですよね。でズームつなぐんですけども、ズームがね、そのみんなそのもんが博士さん そのサロンに参加してる人たちの顔も見れて、ちょっとだけね人の顔を見ると安心ってするじゃないですか。やっぱりこう一人で頭痛い状況っていうのはね、心細い状況でもございまして、ちょっと皆さんの顔を見て少し安心いたしましたっていう後に今撮ってます。寝たいんだけど頭が痛くて全然横になって今楽な格好はしてますけども、なかなか寝れなくて、寝れる気配もなくて眠気もなくて、何したらいいの、なんか踊ったりして体力使ったりですかね、そんなことしたら頭が揺れて、もう頭もうパッパラパッパッパーって感じですね。はい、でその状況で動画を撮っているという状態です。多分正常な人からしたら動画を撮ってないで寝てれというお話なんですけれども、なんかですね最近こう YouTube にいろいろ動画を上げるようになってからですね、動画を回して喋っている方が楽だったりします。正直こういう風にね合ってる方が楽です。下手したら今日はやらないけどね、わかんない、Facebook にちょろっと書いたけどやればって言われたらやるけど、YouTube ライブとかで人と喋ってる方が多分楽、気が紛れるのよね。頭をそのなんだろう、ライブで話す方に切り替えれるから、頭が痛いっていうところに集中しなくて済むんですよ。で今動画撮ってるんだけど、これもね動画で喋ってるから、でカメラね構えて、で今サナちゃんとね一緒に戯れてますけども、違うとこに集中する方がですね頭痛いのが和らぐんですよ。ただ動画撮ってないで他のことに集中するとかっていうのはなかなか難しい話でございまして、なんかなんとかごっことかでも一人でしてたらいいんですかね、したら気が紛れるんですかね。気を紛らわす方法がね他にあれば、正直楽です。私はこれはもう私はっていう話です。なんで YouTube のそのライブをやるとか今動画を撮るとか、例えば Zoom 参加するとか、ほんと集中力を他のところにこう分散させる方が体調的に楽ですね。まあ、正直今喋ってるのを聞いて、いや楽に見えないけど楽そうじゃないけどって思う方いると思うんですけど、私は楽です。本当にこの方がマジで、私こうやってねなんか動画に集中して動画して喋ってる方が頭痛いのはあんまないです。
多分そういう脳構造にねなってるんだと思うよ、自然と。で最近ね結構動画上では素でこうやってお話ししたりしてるからあれなんですけども、ほんと今こっちの方が楽、マジで楽。マジ YouTube のライブやろうかな、いやって思うぐらい本当にそっちの方が集中がねそっちに行くから楽だと思う私。多分常人とか普通の人とかからしたらね意味わかんねえこと言ってんだこいつってなると思うんだけど、マジ絶対そっちの方が楽だ。うん、ちょっと楽をしたくて動画を回してるって言った方がいいですね。でその集中力をね他のところに分散したいということもあってサナちゃんを触っております。サナちゃんかわいいね本当に。これねフクロモムンガちゃんとかねトカゲちゃんとかだとずっとここにいてくれないからさ、こう体調悪い時ってね、あっちこっち行かれるとそれはそれで体も動くからさ、結局頭はまた痛くなっちゃったりするだろうけど、この子あっちこっちは行かないからマジで楽、めっちゃ楽、本当にいい。やばい、君めっちゃ好き。ねえ、なんでそんな可愛いの？ハヌちゃんほんと人慣れしてて可愛いね。っていうか指荒れすぎじゃない？私。やば、指めっちゃ荒れてんじゃん。どうしたのあなた？なんか爪なんか傷ついてるし、どうした？まあ、爪が深爪なのはいつものことです。なんか、爪伸びるとすっごい気になっちゃうから。うん、話があっちこっち行くね。ああ、頭痛い、本当に。ああ、でも動画撮ってる方が全然マシ、いく分かね。サヌちゃん、こっち来て。願い、サヌちゃん、こっち来て。あなたは私の恋人や。で、ごめん、なんか恋人って言うとちょっと恥ずかしくなるね。恋人なんて言ったことないもんね、もうね。かわいいね、でもね。あ、本当にかわいい。あら、こっち見てくれたの。でもこっち見てるけど、あんた視野的には前ほとんど見えてないよね、それね。あんた横に目ついてるから、視野としては、横方向に、この目の感じだと130度ぐらいは横方向に両方見えてる感じ。だから260度ぐらいは見えてるのかな、こいつ。多分真正面の、この部分と、真後ろは見えてないけど、横はほとんど見えてる感じだろうね、こいつの目の視野の感じでいくと。あんた天敵多いんかね、やっぱり自然界では。だからそういう目の配置構造になってんのかね。こう天敵をより見やすくするためにそうなってんのかな。どうなんやろか分からんけど、まあ、あんた強い蛇ではないもんな。だから逃げられるようにっていうところを多分かん、そのなんだ、生命体じゃねえや、生存本能として多分起きてるよね。多分だって今がっつり目で見えてるのって今ちょうど見えてるでしょ君。ねえ、ちょっと教えてって言ったって無理な話だわな。いや、それにしても可愛いな、可愛いな、本当に。どうなんだろうな。ちょっと、もうちょっとセブシシバナヘビちゃんのこといろいろ調べてあげないとな。興味が湧いて湧いて仕方ない。じゃあ、ちょっと手のひらの上に行ってください。うん、あんまあっちこっち行かんといて。ああ。もう手のひらの上に乗っけたらちゃんとおとなしくなるね。かわいいわ。はい。っていうところでね、頭が痛いんで動画撮ってみましたっていうね。うん、意味のわかんない動画。うん、ちゃんと見てくれた人は、ああ、なるほどねって理解してくれるとは思うんですけど、動画撮ってる方が楽だわ。はい。ということで、一旦この辺で止めます。10分ぐらいの動画にしとこうかなと思います。はい。よければ、高評価、チャンネル登録、Twitter のフォローお願いします。あと何言ってたっけ？いつも私ね。あ、あと、次回の動画、あと前の動画も見てくださると、幸いです。ではまた次回お会いいたしましょう。リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。
バイバーイ。